伊織純平、ただいま帰ってまいりました。お帰りなさいであります。純平さん、えらくご機嫌でありますね。うん、今日で夏期講習が終わったからね。夏期講習というと、みつるさんが勝手に申し込んだと純平さんがご立腹していたあれですね。そうだよ、高2の貴重な夏をいつかもさ。でも桐城先輩には悪気はないから。あると思う。そうかな。冗談だって。ともかく長い地獄の日々からやっと解放されたわけよ。これが浮かれずにいられるかなあ、愛ちゃん。地獄、夏期講習とはそれほど過酷なものでありましたか。まあ楽しいものじゃないけど、純平は大げさなの。そういうセリフはね、一生懸命夏期講習を受けた人だけに許されるんだから。純平なんか遅刻するわ、居眠りするわ、普段の授業以上に緩みまくりだったじゃない。あ、ゆかりんちストップ。そこまで。みんな帰ったか。どうだった夏期講習は。いやー、実に有意義な5日間でした。そうか、少しでもみんなの力になれたら嬉しい。申し込んだ甲斐があったというものだ。そりゃもう調子いいんだから。けどあれですよね先輩、5日も潰されじゃなくて頑張ったんだから、残りの夏休みは俺らの自主性に任せてもらっても。あ、もちろんだ。いやっほーい、カモン俺の夏。すまないが、これから出かけてくる。帰りは遅くなる。秋彦もいないようだし、今夜はタルタロス探索は休んでくれ。はい、わかりました。お気をつけてであります。というわけで皆の衆、早速スケジュールのお伺いなんだけども、来週あたりみんなで海なんてどうかね。は？海？短い夏を満喫するにはやっぱ海っしょ。青い空、白い雲、打ち寄せる波。それ薬師丸の時も言ってなかったっけ。だから、あの時楽しかったっしょ。延長戦だよ延長戦。パス。私もできればパスで、日焼けしたところヒリヒリしちゃってて。延長戦ゲームセット。ちょ、海って準備もアフターケアも大変なの。男子はお気楽で羨ましいったら。何、女子の準備って。詳しく聞こうか。変態か。じゃあどこならいいのよ。山、遊園地っていうか、なんで貴重な夏休みを純平のおもりで潰されなきゃなんないのよ。あ、でも私もみんなで出かけたいな。遠いと大変だけど。あ、じゃあお祭り行かない？お祭りね、いいかも。長崎神社のでしょ？いつだっけ？ちょうど明日じゃなかったかな。そうなんだ、さすがリーダー、ちゃんとリサーチ済みってわけね。あ、ごめん知らなかった。あの神社お祭りなんてあるんだね。そこから知らなかったわけ。結構夜店も出るんだよ。もし暇ならみんなで行ってみない？うん、私は明日の夜空いてるよ。リーダーは？もちろん行きます。私もご一緒したいであります。アイニスはまだ待機命令が解除されてないよね。寮から出ちゃダメって言われてるんでしょ。監督責任者であるミツルさんにご同行いただければ外出可能かと。そっか、じゃあ先輩に聞いてみるね。純平くんは？当然行くよと言いたいとこだけど。え、行かないの？あんたが？ちょ、何その言い方。まあ向こうで会うかもだけど。もう誰かと約束したんだ。ううん、これから。え、どうせどっかの女の子からお誘いがあるとでも思ってんでしょ。男、あるかもしんないだろ。ないと思う。いいと。かわいそうな子はほっといてさね。もしアイギスも行くとしたら服がいるよね。かわいそうって言うない。薬師丸の時の青いワンピースでいいんじゃないかな。いいえ、夏祭りには専用の特殊兵装が必要と聞いています。どこ情報よそれ。特殊兵装？ミツルさんに装備の強化もお願いするであります。はあ、なんか嫌な予感するよ。